障害者相互支援法案、私どもも大変悶絶いたしましたが、全体として賛成させていただく方向です。その理由として、障害者の雇用を拡大に関する要件の見直し、それから難病治療に苦しんでおられる方に対する支援拡充、この辺はもう、ほぼ文句なしで一致するところでしょう。しかし最大の問題はやはり精神医療に関連して、これまで家族が不在の場合、精神科医1人、市町村長の同意を得て任意でない入院をさせるという仕組みだったものを、家族が所在である場合、家族が不在でない場合であっても、その意思が明確でない場合、同意不同意を明らかにしない場合は、市町村長の同意を持って入院させることができる。ここが改正の根幹だと受け止めています。で、これに関しては非常に大きな懸念、強い懸念があるのは当然のことでありまして、冒頭複数の質疑者がここでそう発言したように、こうした議論を待たないもの、衆目が一致するものと極めて意見が分かれる可能性があり、慎重な審議を要するものをごちゃ混ぜにして束ねて法案として提出し、そして私はこれから委員長にもご検討いただきたいと思うんですが、採決の分離ということもこれからあっていいと思うんですね。例えば修正案を採決した、原案のうち修正案を除く部分について採決するという採決の分離もよく行われます。こうした束ね法案については、場合によっては採決を分離するということもこれから一つの国会の技術として検討すべきだと。しかしそもそも分けて提出するのが筋であり、慎重審議に資していただくのが一番大事なこと。これは政府にも責任があり、そして与党側が国会運営の最終的には権限を持ってますから、与党にも大きな責任がある。そのことを申し上げた上で、日本語訳したい小川淳也です。